ゴルフネットワーク。プロテスト合格、全力応援、ネクストブレイクファイル。今年密着している選手たちのプロテスト一次予選が始まりました。一次予選には上野日向さんと梅田日代さんが挑戦。その結果、先陣を切った上野さんが1アンダーの24位タイで見事一次予選を通過。わー、素晴らしい。すごい、おめでとうございます。そして抜群のキャラクターで番組を盛り上げてくれた梅田さんですが、こちらは惜しくも不合格。いやー、そうか、やっぱ残念。厳しいですね。そうだよね、厳しいね。他にも昨年密着した5人の選手が見事一次予選を通過。何人の合格者が出るのか期待が膨らみますね。そんな中、番組から一人でも多くの合格者を出したいということで、注目の選手に密着してきましたよ。うん、今回のネクストブレイク候補は飯島沙織さん。飯島さんは2005年生まれの19歳。5人家族の末っ子として生まれ、家族全員で共通の話題を作るために同じスポーツをしようという方針に従い、4歳でゴルフを始めました。1、2、3。わー、すごい上手。中学時代は飛距離を伸ばすため野球で汗を流し、その成果もあり高校時代から才能が開花。アマチュアゴルファー切っての実力者になりました。すごい、こんなたくさん。昨年の日本女子アマチュアゴルフ選手権では初日から首位を守り抜き完全優勝を達成。大注目の中プロテストに挑みました。はい、ありがとうございます。女王として自信を持って臨んだプロテストでしたが、結果は41位タイと4打足りず、まさかの不合格。そっか、いや緊張だよやっぱり。しかし日本女子アマ選手権の制覇で規約により、3年間は最終プロテストからの挑戦権を獲得済み。さらに2024年 JGA ナショナルチームに選出され、今年の合格が期待されている注目の選手となっています。ということで、こんな3つのテーマで飯島さんに密着してきました。向かったのは茨城県大洗海岸。海というとまさか潮干狩り。危ないですか？いけるぞ。まさか趣味。大丈夫？やってる？あちらにいらっしゃいますね。やってなさそう。何？トレーニングしてるって来たんですけど。はい。走ったりとか階段登ったりとか。ここ皆さんトレーニング仲間ですか？あ、はいはい、そうです。ちょっと紹介してもらってもいいですか？では、はい、お嬢です。すいません。小学何年生でしたっけ？小学3年生で、この間運動会やってきたんですよね、ね。こちらは、野球塾の時にお世話になってた加藤さんです。で、うちのお兄ちゃんです。あ、よろしくお願いします。まあ、大体基本的にいつも一緒に、はい、可愛がってもらってます。じゃあちょっと早速なんですけど、トレーニング見せてもらっていいですか？はい。まずはランニング。コースは砂浜から階段を上がり戻ってくるという、全長およそ 400m を走るハードなトレーニング。すごい。お兄さんもまだ何かやってんのかな？プロゴルファー。プロゴルファー。お兄ちゃんプロゴルファー。プロゴルファーなんだ。いやー、これはきつそうですね。これきつい。絶対きつい。うわー、これきつそうですね。じゃあすまない。痩せちゃうなこれやったら。ほら、足取らない。すごい。最初から勝てるわけなくないですか？遅いな。何本行くんですかこれ？10本。
4キロ。うわー、すごい。本当にトレーニングが楽しくやらないよね。ノルマ10本を目指して休む間もなく走り続ける皆さん。10本やね。1日はもう足ガタガタだろうな。頑張れ。やめる、やめる。遅れを取り活動は難しそうな飯島さんですが、他の皆さんに疲れが見えた10本目でついに。すごい、よっしゃ。10本やったの。すごい、10分やってこの赤さ。記念すべき第1回、私の勝利。何でもそうなんだよ、ずっと負けてても最後に負けりゃいいんだから。走んのどうやった。普通にいつもみたいに走った。はい、いつもみたいに走った。お姉ちゃんってどんな人？さおちゃん。たくさんご飯食べてて面白いです。飯島さんってどんな人ですか？飯島さんはそうですね、ポッカード上げてください。太陽のように明るい存在みたいな。何ですか、そういうの。とりあえず負けず嫌い。まあまあまあ、めちゃくちゃ負けず嫌いで。姫に聞いたらいっぱい食べて面白い人って言ってました。姫、面白い特技持ってるって聞いたんですけど。何何何、面白い特技持ってますよ。いやー、クオリティ高いしね。え、ちょっとこれお金取ってるっすよね。お金取ってさあ、ここで恒例のクイズに行きますよ、面白いと評判の飯島さんはお金が取れる特技を持っていると言います。その特技とは一体何でしょう。面白い特技。はい、はい、できました。お金取れるってなったらこれだな。じゃあせーのでお願いします。はい、せーの、じゃん。入ってますよね。私にお金取れるやつ。休むなのね、ここでこうやって高くしてこう。あ、そうか、野球やってたからピッチャーの投げるポーズで。そうどうなのか。アメちゃんは、私はもうガチで当てに来ました、うん、この間京都のマジックバー連れてってもらって、うん、本当感動しちゃって。お金取れるのって言われたらもうマジックしか、そんなさ、なかなか練習が必要なやつなかなかやってないと思うよ。これで練習いらないじゃん。なんで安村さん練習いらないみたいな。鏡だけ。いやでもやっぱり何かを極められる人ってこういうのも極められるから、まあ、いけると思います、ね、なるほど。それでは正解です。どうしようかな。レパートリーな、なんだろう、選手類か。行き過ぎやろ。そんなにキャラクターの名前すら覚えられないわ。わかりましたか。正解はアニメキャラのモノマネということで、いくつか披露してもらいましょう。楽しみだな。私は鬼殺隊の中では唯一鬼の首が切れない剣士ですが、鬼を殺せる毒を作ったちょっとすごい人なんですよ。トガです、トガ卑弥呼。生きにくいです、生きやすい世の中になってほしいものです。オラの声真似聞いてくれてありがとね。アミちゃん、柴田さん、飯島さんのモノマネいかがでしたか。お二人はなんかできますよね。モノマネか、アニメのキャラモノマネ、うん、結構似てますよね。似てる、うん、似てるにちげねえぞ。あ、誰ですか。悟空。アミちゃんはモノマネ、うん、ワクワクすっぞ。悟空、悟空。器用じゃないからできないですね。すごい、線もあるんですね。声優さんかぶりってあるから、キャラクターによって。あ、そっかそっか。悟空できるから御殿もご飯もできますよ。できてないから。お父さん。全然違うし。全然違うし。この後自宅に初潜入。そこには驚きの光景が。うん、わ、入れた？入れたっていうか。すごい、もう。